ペルー人のナカダルデナ・バイロン・ジョナタン被告は2015年9月熊谷市の住宅3軒に侵入し、小学生の女の子を含む男女6人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われています。今日の裁判ではナカダルデナ被告への被告人質問が行われ、弁護側が日本で人を殺したことがありますかと尋ねると、ナカダルデナ被告は覚えていませんと5回繰り返しました。一方で別の質問に対しては、私は耳が聞こえないし目は一つしかない、歯がない、全部夢でした、天使が落ちてきたなどと意味不明なことを話し、質問と答えが噛み合わない場面もありました。